広島、ボッドボロ。広島はヤクルトに逆転負け、2連敗で64勝60敗5分の貯金4となった。9月は3勝12敗となった。負けたでー。もうどこ来ても負けそう。まだ貯金ある。4かな。あんなにあったのにな。まあこんなもんよな。ヤクルト戦の沼全勝、初戦で失敗。なんか普通に負けたな。今年のキュウリはほんまにあかんな。いくら負けても何も感じなくなった。これが負け癖か。相性の良かったヤクルトにも勝てなくなったカープは12球団最弱チーム決定。ヤクルト勝ったってことは今日中日負けたら最下位になるんか。中日最下位アシストナイス。力尽きる広島、そして中日。勝てないとやっぱり散々言われるなー。世紀の大失速やね。